ジーニアスとかやっぱ読んでても結構ファンがこう考えた解釈でそれ間違ってるよ、そういう意味じゃないよみたいな感じ、こうアーティスト本人がこう言ってたりすることも結構あるんですけれども、うん、なんかそういうのも含めて結構やっぱ面白いなって思ったり。そうですね、はい、それほど結構考えさせられるとか、そうそう、うん、書き立てられるしなっていうことだから、そうそうそう、うん、Hey, what's good, your boy, it's the H.O. And you're now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。 Yes, it's the Mikey, bye bye! はい。お願いします。はい。よろしくお願いします。いやー、なんでしょうね。今年もまあ、やっぱ12月ですけれども、僕最近この、最近の回でずっと言ってるような気もするんですけれども、うん、やっぱいつにないく、こうなんか変わったというか、みんなが経験したことがないようなやっぱ一年でしたね。そうだね。世界中の人がそうだったね。これもう何回目か。あの、一応収録時点でこれ3回目の下りなんですけれども、あのそんな感じになるかね、あの、当日見て期待したいと思いますけども。はい。そんな中でですね、やっぱ、あの、なんだろう。こういう変わってる時こそ、あの、うん、ちょっと着実に一個一個できることをやっていくってことで非常にこう大事なのかなっていうふうに思って、うん、まあなんで、だからこういうふうなヒップホップで学ぶ英語のこう動画を撮ることもそうなんですけれども、うん、今回、あの、まあ、なんでこの話したかっていうと、久々にちょっと日本語ラップの、歌詞を扱おうと思うんですけれども、うん、ちょっとですね、その中で、やっぱ日頃からなんだろう、ちっちゃいこう目標を積み重ねていくこと、やっぱ大事さみたいな、そういうのをこう気づかせてくれるようなこう歌詞に出会いましたので、うん、ちょっとそれを見ていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあちょっと画面共有します。はいはい、本日扱う曲こちらになります。ラック、Ask for というこちらの曲になります。うん、はい。でラック君ってね、あの、僕も普段からですね、あの、毎月、月に1回ぐらいですかね、あの、洋楽ラップを 10倍楽しむマガジンっていうのをこう寄稿してるんですけれども、まあ、それをこう主催してる人でもありながら、まあ、自身もすごい、あの、ラップやってて、で、いうふうな感じの人です。で、まあ、その彼がですね、この、やっぱ、あの、コロナのこの期間中にこう出した曲で、あの、ちょっとこれ、あの、解説したらめちゃくちゃ面白いんじゃないかみたいな感じで思ったものがありましたので、はい。ちょっとですね、そちらを、今回見ていきたいなというふうに思います。うん。はい。で、ちょっと読み上げていきます。でかすぎるエゴ、俺を変えるかも、トラ、インターネットのせいかも、feeling like Glover、 でも知ってる、How to save me、 俺大人、天気の変わり目、 feeling like Hover、 ということになります。はい。で、最初からちょっとあれですよね、なんか何言ってるんだっていう風な感じに多分なるかなと思うんですけれども、トラでもね、これね、あの、多分ね、ゆひとくんもその国立高校で多分習ってると思うんですよ。は？国立高校の3年生の時に多分ね、この文章を読んだことあると思うんですよ。あの、三月期って覚えてますか？ああ。あの、李朝がこう虎になっちゃうってやつです。あったね。あったでしょ。そう。あれ、要はそのなんか、中島敦っていう方の短編小説三月期っていうのがあるんですけれども、うん、この作品の中で、まあ、主人公の李朝っていうのは、まあ、詩人になる夢が破れてこう虎になってしまうというふうにありました。うん、で、まあ、あの、李朝ってもともとやっぱ官僚的な感じ、その、うん、中国で言うと官僚みたいな感じの身分、すごい身分高い人だったんだけれども、ちょっとそれに満足できずに、で、うん、詩人っていうのが、まあ、今詩人っていうと、なんだろう、本当にアーティスティックなことをやってる人みたいな感じになりますけれども、うん、当時、すごい、なんだろうな、官僚以上にさらに、なんだろう、身分高い存在みたいな感じだったらしいんですね。うん、でそこを目指していて、すごいエゴイスティックな人物として描かれてるんですね、この、李朝っていうのは。なんで、まあ、そこの李朝みたいな感じで、エゴがでかすぎて、俺は虎になってしまうかもしれないというふうに。もう三月期がこう出てくる。三月期出るかね、すごいね。三月期の李朝ってことですね。この人、押さえててください。はい。で、次、インターネットの成果も、feeling like Glover っていうふうに言ってるんですけども、ここはちょっと割と分かりやすいかなっていうところでもあります。うん。Glover って言ったら、これ、どういう人思い浮かびますかね？ドナルド・グローバー。
ドナルド・グローバー、そうですね。うん、ドナルド・グローバーといえば、まあ、彼、その、チャイリッシュ・ガンビーの名義で、うん、ラップもやってますけれども、うん、彼の作品の中で、インターネットっていうのをこれ含むような作品あったの覚えてますか？インターネットって含む。はい。どれだろう？これです。Because the Internet です。あー。インターネットのせいかも。だからまあエゴがでかすぎてしまう、まあ虎になるくらいこうエゴがでかくなっちゃったみたいなことを言っていて、うん、でそれってインターネットのせいかもっていうふうに言ってるのを、まあ Because the Internet を使っリリースしたまあそのチャイルズ・シュガン・ビーの、まあ、つまり、うん、トランル・グローバーに例えて、うん、まあそんな感じのことを言ってるという感じです。インターネットのせいかもグローバーみたいな気分だと、うん、ですね。で次、でも知ってる、でも俺は知ってますと、うん、How to save me、どうやって自分を、救ったらいいかっていうのを知っています。これ大人。これ大人だからと。ですね。で、最後、天気の変わり目。で、天気の変わり目っていうのはどういうふうにするかっていうと、feeling like hover。ホバーみたいに感じますというふうなことです。うん、でね、これ1個目と2個目の方は僕自分でこう、こういうことかなっていうふうに言って、本人にも確認して合ってたんですよ、実は。うんうんうん、4個目の方ね、ちょっとこれかなっていうふうに思ったやつはちょっと間違ったんで、ちょっとその後でこれ説明するんですけれども、本人の公式のこれ見解としては、こういうふうになってますと、うん。公式見解、はい。はい。It's a hard knock, hard knock life ってありますね。It's a hard knock life for us、うんうん。あれの中でこんな一行があるんですね。Yo, I'm making short-term goals when the weather falls っていうふうに。だから、Yo, I'm making short-term goals. 私は短期の目標を立てています。うん、どういう時にそういうふうなことをしているかっていうと、うん、when the weather falls. 天気が、まあ、ホールドってこれ折れるみたいな感じの意味にもなるんですけれども、まあ、要はその天気が悪い時みたいな感じです。うん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 、その天気が悪くてこううまくいかないような時っていうのは、なんだろう、大きい目標に向かってこうやるとかっていうよりは、もう短期の目標、目の前のことをしっかりしっかりこう積み重ねていくというふうな感じで、うん、まあ、対応してるっていうのが、この JZ の言ってるようなラインなんですけれども、うん、だからこれを踏まえて、こういう天気の変わり目っていうのは、まあその JZ みたいに、一個一個、ちっちゃなことからしっかりやっていくと。なので、まあ、そのエゴは大きくなって、なりすぎてしまっても、なんだろうな、車に構えたりとかしないで、うん、JZ に習って、現実的な目標に落とし込んで実行していくと、うん、いうことが、まあ、本人の見解という感じになります。なるほど。はい。間違えたってどういう感じ？あ、そうです。で、間違えたのね、これ、ただ俺、これも結構、自分で言うのもあれだけど、いいんじゃないかなと思ったのが、うん、ソングクライってありますね。ああ、はい。And sing, coming down my eyes, I gotta make the song cry.うん、あれの中でこういうのがあります。 We used to use umbrellas. 私たちは、まあ、傘を使ったものでした。 To face the bad weather. 悪い天気に、向かうにあたってと、うん、その昔は雨が降ったりしたらもう傘を使ってそれをしのいでいた。でも、うん、So now we travel first class. 今は、ファーストクラスでトラベルします、うん、To change the forecast、そしてチェンジします、変えます。 The forecast 天気予報を、まあ、もう飛んで、そう、飛んじゃうから、もう天気予報さえ変えちゃうぜ、みたいな感じのこと。うん、だから、まあ、天気の変わり目って言ったっていう、これ見たときに、うん、これ JZ みたいになんか、なんだろうな、傘なんか使うんじゃなくて、もう、飛んじゃうぜ、みたいな感じのこと言ってるのかなと思ったら、うん、ただ、むしろ、ニュアンスとしてはちょっとむしろ逆の方で、しっかりと、うん、目の前のことをしっかりやって積み重ねていくというふうなことを言ってたということで、まあ、ラック君のそれ堅実さと僕 の, ぶっ飛び具合がちょっとなんか如実に現れた解釈の違いになりましたというか、うん、はい、なんか面白い、いいじゃないですか。そう、まあ、でも結構こういう間違いから、こうなんだろうな、ジーニアスとかやっぱ読んでても結構ファンがこう考えた解釈で間違っ、それ間違ってるよ、そういう意味じゃないよみたいな感じ、こう、なんだろう。アーティスト本人がこう言ってたりすることも結構あるんですけれども、うん、なんかそういうのも含めて結構やっぱ面白いなっていうふうに思ったり。そうですね。はい。そのこと結構考えさせられるとかな。そうそう。うん。
かき立てられるしなっていうことだから。そうそうそう。ちょっとまあみんな、いろいろこう考えてみるのも面白いんじゃないかなというふうに思う次第です。はい。はい。じゃあですね、これもちょっとリピートアフターミーで最後終わりにしましょうか。はい。でかすぎるエゴ。でかすぎるエゴ。俺を変えるかも。俺を変えるかも。トラ。トラ。インターネットのせいかも。インターネットのせいかも。Feeling like Glover。Feeling like Glover。でも知ってる。でも知ってる。How to save me? How to save me? 俺大人。俺大人。天気の変わり目。天気の変わり目。Feeling like hover. Feeling like hover. はい。ちょっとまあ日本語をなんかリピートアフターミーするって結構なんか斬新な試みでしたけれども。そうですね。はい。なんで、今回のですね、ラック君のこちらの曲についても、はい、概要に、記しておきたいと思いますので、そちらからぜひチェックしてみてください。はい、皆さん、あとチャンネル登録と、通知ボタン押してあげてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ではまたお会いしましょう。えー